私立岡谷図書館は長野県岡谷市の公共図書館。岡谷市内には公民館図書室3室がある。1945年4月15日に三式年間との併設で岡谷市に図書館が開館した。三式年間は岡谷市の産業である製紙工場の関係資料を持っており、併設開館時には総裁は市長、職員の主事、書記、 事務員の各一名が置かれたが、主事の帯久氏は、図書館主事を兼ねていた。1964年5月に、図書館は、旧岡や郵便局跡地に移転。1979年9月8日に、現在の図書館、文化センターの一角として開館した。昭和20年に創設され、三市記念館、旧郵便局跡で開館してきたが、主館は2階で不便であったり、 狭かったりで新図書館を建設することとなった。日本図書館協会の指導により条件を整えて1978年コンペを行い建築家3名、図書館3名による審査の結果全員一致で決定された。決定された案はプログラムの要求を最もよく満たし限られた職員による運営に配慮されているとの表であった。 なお、第1回日本図書館協会建築賞、特定賞を受賞している。平成7年4月1日から、諏訪広域図書館情報ネットワーク、諏訪面を構築し、諏訪地域六市町村、市立岡谷図書館、地野市、下諏訪町、藤見町、原村の資料が、相互に利用できるようになった。ありがとうございます。